田舎移住の嘘本と築150年の古民家を買っちゃった松民です。今日は富山県南砺市の戸賀村で募集している、山村留学のお話をします。ということで画面共有しますね。今パソコン Zoom でこの撮影をしています。ということで画面を共有します。では、山村留学をするのが南砺市、富山県南砺市戸賀未来留学というプロジェクトです。南砺戸賀未来留学とは何か。子どもたちに多彩な体験活動や自然や人との関わりを通して次世代に生きる子どもたちの豊かな成長を促すことを主な目的としています。で、どんなことをするかっていうと、こんな風なね、で、今回募集しているのは短期留学です。短期留学とは、1ヶ月に20日間みんなが集まるところで生活をして共同生活をします。そして休日はホームステイを、一般家庭にね、ホームステイをして過ごすのだそうです。平日は学校に通って、休日はホームステイのお宅でいろんな体験をします。これ見てるとね、すごく楽しそうなんですけど、あ、この詳しい内容は概要欄に紹介しておきますね。ということで募集要項いきます。ここに書いてある通りね、月で20日間の共同生活を送って、で月のうち10日間前後は地域の一般家庭でホームステイします。親御さんから離れて仲間たちと過ごすんですね。留学期間は来年の4月1日から再来年の3月31日まで、1年間です。対象は小学校3年生から中学校2年生の児童生徒。募集は小学校、小学生、中学生合わせて10名程度だそうです。で、なんでこれを紹介しようかなって思ったかっていうと、私は子供時代にいくつかの小学校を転校したんですね。転校して暮らした記憶があって、この学校が学校のすべてじゃないっていうことを知っていたし、この地域が人生のすべてではないっていうことを知っていたんですね。もう小学校の時にね。で、それって多分すごく大切なことで、ここ以外でも暮らすことができるっていうことを知っていると、選択に幅ができるんじゃないかと思います。で、子供たちにそんな経験をしてほしいなと思って、山村留学っていうのは、とか、
田舎の交換留学生ですねっていうのをあればいいなってずっと思ってたんですけど、富山県南砺市の市長さんが、田中市長って言うんですけれども、 SNS での発信がとてもすごくて、その方が紹介してらっしゃるのを見て、あ、私が求めていたものはこれなんだなっていう、なんて素敵なんだろうって思って紹介したいと思いました。ということで、電話番号は、お問い合わせの電話番号は0763-77-3331 です。平日の9時から17時までお問い合わせいただきます。もう一つ、田舎ができるんですよ、子どもたちにも親御さんにも。この機会ぜひご利用いただけたらなって思います。ということで、田舎移住の嘘本当、夏みんでした。じゃあねー。